ジェットスター航空は、オーストラリアのメルボルンに本社を置く国内線、国際線格安航空会社。ボーイング717ジェットスター航空エアバス A320 型、キジェットスター航空ボーイング717から200型、キカンタス航空が、格安航空会社のバージンブルーに対抗するために、設立した完全子会社の航空会社。二千四年五月十五日から、 運行開始した。カンタス航空によって2001年11月20日に買収された旧インパルス航空の経営陣によって経営されている。日本路線は日本人客室乗務員が乗務している。2006年4月にカンタス航空は次の計画を発表した。いずれもブランド名をジェットスターに統一したカンタス航空の子会社としてシンガポールに ジェットスター、アジア航空、ベトナムに、ジェットスターパシフィック航空があり、2012年7月1日には、カンタス航空、日本航空、三菱商事の3社が、共同出資し、日本を拠点とする、ジェットスタージャパンが就航した。日本では、テレビ CM が全日体を中心に、各地の民放局で放送されている。また、2013年年末頃には、 カンタス航空、中国東方航空の2社が共同出資するジェットスター香港が就航開始する予定であったが、香港政府の認可が降りず設立に至っていない。マレーシアのエアアジアと機材や部品の共同購入などで提携した。同社はカンタス航空の子会社であるが、人材や機材の共有などは一切行わず親会社のしがらみにとらわれない。 経営ができることから、マーケティングが中途半端になって、撤退や親会社への統合が相次ぐ大手航空会社設立の格安、航空会社の中では抜群の成績を誇っている。日本人客室乗務員も多数在籍しており、日本路線以外でも見かけることがある。ジェットスター航空の日本版サイトには、観光庁長官登録旅行業、 第1829号の表記があるが、これは関連会社のジェットスターホリデーズ株式会社のものである。ジェットスターエアウェイズ対リミテッド、ジェットスターアジアエアウェイズテリミテッドは、ジェットスター、ジャパン株式会社と主に東京都港区虎の門に商業登記している。乗客の利便のため、エコノミークラスではチケットにサービス料金を組み込まず、 希望者にのみ別料金でサービスする。有料サービス提供時は客室乗務員が座席表にてプリペイド予約の有無を確認する。座席はエコノミークラスでもレザーシートが採用されている。ビジネスクラスであるスタークラスではいずれも無料で提供される。またエコノミークラスでは一旦予約するとキャンセルすることはできない。エコノミークラスには2種類あり、 ジェットセーバーライトでは機内持ち込めて荷物の 10kg のみで受託手荷物として荷物を預けることができない代わりに若干安い価格が設定されている。一方、ジェットセーバーでは機内持ち込めて荷物 10kg に加え受託手荷物として 20kg までの荷物を預けることができる。B787 型機の機材ではパナソニック社製の X2 と呼ばれる。 機内エンターテイメントが導入されている。オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、インドネシア、日本、韓国、中国、シンガポール、タイ、ベトナム、アメリカ、合衆国ジェットスター航空、ボーイング七八十七から八型、機二千十九年三月二十九日、ケアンズ発関西空港業ジェットスター十五便が、関空への着陸直前に、左右双方のエンジンが、出力低下の状態になっていたことが、 同年4月3日の新聞報道で判明。負傷者はいなかったものの、日本の国土交通省はこのトラブルを事故につながりかねない重大インシデントに指定し、運輸安全委員会が事故調査官3名を同空港に派遣する事態となった。ありがとうございます。